辰川幸俊滝,滝川事件は1933年に京都帝国大学で発生した思想弾圧事件、兄弟事件とも呼ばれる。事件の発端となる講演会が行われた中央大学駿河大校舎事件は京都帝国大学法学部の辰川幸俊教授が1932年10月28日に 中央大学するが校舎者で開催された、警報学講演会で行った講演、復活を通して見たる、トルストイの警報官の内容が無政府主義的として、文部省及び司法省内で問題化したことに発しよを発するが、この時点では、宮本秀夫法学部長が文部省に釈明し、問題にはならなかった。ところが1933年3月になり、 共産党員及びその同調者とされた裁判官、裁判所職員が検挙される司法官切下事件が起こり状況は一変することになった。この事件をきっかけに、美ノ田ムネ原理日本社の右翼、及び菊池武雄や宮沢博志らの国会議員は司法官切下の言響として、 帝国大学法学部の石化教授の追放を主張し、司法試験委員であった達川を非難した。鳩山一郎1933年4月、内務省は、達川の著書、刑法講義及び、刑法特本に対し、その中の内乱罪や貫通罪に関する見解などを理由として、出版法第19条により発売禁止処分を下した。翌5月には、 斉藤内閣の鳩山一郎文章が小西重奈を兄弟総長に立川の罷免を要求した。兄弟法学部教授会を呼び小西総長は文章の要求を拒絶したが同月25日に文官高等文言委員会に給食に付する件を諮問しその決定に基づいて翌26日文部省は文官文言令により 立川の休職処分を強行した。京都帝国大学、立川の休職処分と同時に、京大法学部は、教授31名から復讐に至る、全教官が辞表を提出して、抗議の意思を示したが、大学当局及び、他学部は、法学部教授会の立場を支持しなかった。小西総長は、辞職に追い込まれ、7月に、公認の、 松井願号総長が就任したことから、事件は、急速に収束に向かうこととなった。すなわち、松井総長は、辞表を提出した教官の内立川及び佐々木、総一、宮本秀夫、森口修二、末川博士、宮本秀長の六教授のみを面管としてそれ以外の辞表を却下し、さらに、鳩山文章との間で、 立川の処分は非常特別のものであり、教授の身体は、文部省に対する総長の愚情によるものとするという、解決案を提示した。この結果法学部教官は、解決案により応急が達成されたとして、辞表を撤回した、中島玉吉、末広茂雄、牧健次などの残留組と、辞表を撤回せず、解決案を拒否した辞職組に分裂し、 全記録教授以外に、常藤康氏及および田村徳次の教授2名、大隅健一郎、大岩誠ら女教授5名、加古雄二郎ら専任講師以下8名が辞職という形で事件は決着した。京大法学部の学生は、教授会を支持し、全員が退学届を提出するなど処分に抗議する運動を起こした学部の学生もこれに続いた。6月に、 学生集会において、老局士境雲が招かれ、壇上に立ち、加護幽霊を演じた。さらに、東京帝大など他大学の学生もこうし、7月には16、大学の参加により、大学自由要護連盟。さらには、文化人200名が参加する、学芸自由同盟が結成された。中央公論。 改造などの総合雑誌、大阪朝日などの新聞は兄弟を支援し文部省を批判する論説を多く掲載した。しかし、大学の夏季休暇などもあり学内の抗議運動は、収束、自由用語連盟も弾圧により解体した。学芸自由同盟も翌年には活動停止状態となったが、前期の中井、久野など、この運動に参加した学生の中から、学生評論、 世界文化、土曜日など、反ファシズムを標榜する、雑誌メディアが生まれ、自由主義的文化運動は、非常時下でなおも、名脈を保った。立命館大学広工事学者滝川事件に、関連して、京都手大を辞職した教官のうち、18名が、立命館大学に教授、助教授などの形で移籍した。また、達川自身も、事件後は、 立命館で講義を行うようになった。立命館への受け入れは、立命館総長、中川小十郎が、西園寺金持ちの意向を踏まえ、元兄弟法学部長で、立命館名誉総長だった、小田一万と相談の上で運ばれた。結果、立命館をはじめ、兄弟以外の関西圏大学法学部の発展を促すことにもなった。しかしその後、 兄弟の残留教官による説得に応じ、兄弟に復帰した黒田里志や佐伯先人ら6名の教官が現れ、立川及び筋を通して復帰しなかった宮本秀夫、末川、常藤、田村らとの間に感情的なしこりを残した。このことは第二次世界大戦後の兄弟法学部の再建に大きな影を落としたと言われる。 すなわち戦後、GHQ の方針により、達川は兄弟に復帰したが、他の辞職祖教官らは復帰しなかった。また、達川を法学部長に末法学部再建の全権を委ねる胸の密約が交わされており、これによって黒田法学部長が解任され、佐江キラ前期復帰組教官らも辞職したことで事実上、達川の報復人事を許すことになった。 一方、兄弟とは、対照的に、この事件で予期せぬ漁夫の利を得たのは、立命館大学だった。立命館は、安い給料で当時一流の学者を招聘できた。また、戦後になって、立命館が、GHQ に睨まれた際にも、この兄弟事件で追われた、末川博士を総長に据えるなど、大学の民主化を図って切り抜けた。 また、リベラル派として知られた、川田志郎が学長を務める大阪商科大学に、講師として、再就職した、末川や常藤は、教授人事の承認権を有する、文部省の拒否に遭い、講師採用後7年を経過した1940年まで、教授への承認が許されなかった。1942年に、川田学長が休成すると、公認学長の候補として、 末川の名も上がっていたが、文部省に対する遠慮から、結局のところより、右派的と見られていた、本城栄次郎が、学長に就任した。第二次世界大戦後の1946年、本城自認吾学長に就任し、新生大阪市立大学の初代学長に、移行したのは、末川と苦労を共にした、常藤である。なお、 鳩山一郎が戦後 GHQ の公職追放指令を受けたのは、かつて文章として、達川の処分を強行したことに関係があると言われる。久野治はこの事件の特色について、以下のように解雇し、言論弾圧の対象が、従来の共産主義思想から、自由主義的な言論へと拡大することとなった、大きな転機であると強調した。 兄弟事件の一番目立った特色は危険思想の内容がもはや共産主義やマルクス主義といった権威にあるのではなく国家の現状を100%肯定せずいわゆる国家に批判的な態度を取る学者たちの思想内容に及んできたという事実。久能治また、文部省が兄弟総長の部長を待たずに文言委員会を開き、立川の休職処分を決定したことは 京大における、沢柳事件に以来、教授会自治として認められていた、総長の愚情は、教授会の同意を必要とするという慣行を無視する、ものであった上に、帝国大学管政にすら違反する、可能性があった。斉藤首相や鳩山文章が当時語っていたように、政府当局が処分を強行したいとは、大学自治の総本山と見られていた京大を強力な、 国家権力のもとに屈服させるという点にあったと考えられている。事件が起きた際に、兄弟法学部以外の学部では、教員の辞職は起きなかった。事件が起きた当時、兄弟総長は、文学部教授だった、小西茂直であったが、当時の文学部でさえも、小西の同僚だった、文学部の同僚による、抗議の辞任はなかった。さらに事件後、昭和十年代、 小西氏の同僚であった、浜田耕作と羽田徹が、兄弟総長に選出されている。しかし、自由な研究や教授を大きく制限され、当時の政府や軍部の政策に協力することを求められるようになった。具体例を挙げると、兄弟医学部の教員による、関東軍の貿易給水部への人材提供を挙げることができる。これには、 医学部長の戸田正三や医学部教授であり人類学者、考古学者でもあった清野賢治が関わっている。立命館大学学園通信交友版120年の歴史を訪ねてによると同省は立川を弾圧すると末川が反対に乗り出すことを予想しむしろ弾圧の本命を末川としていたとする説もあることを紹介している。その末川は この事件は立川個人に加えられた弾圧ではなく、日本の学問の自由と、大学自治に加えられた弾圧だったから、兄弟事件と呼ぶべきだと繰り返し語っていた。その他の兄弟関係者においても滝川事件と呼ぶものと、兄弟事件と呼ぶものがおり、故障は完全に統一されていない。1955年6月。 新生京都大学で発生した学生による、立川幸俊総長への暴行事件は、第二次滝川事件と称されることがある。この事件は、学生自治会である、同学会が、当時兄弟総長に在任していた立川に対し、創立記念祭行時の開催を求めており、その実施方法をめぐる両者の協議が決裂、直後再交渉を求める学生が総長を監禁した。 ため警官隊が導入されたものである。この結果同学会は解散させられ、中心人物と目された学生2名が逮捕起訴された。同年9月に開かれた被告人2名の初公判では、弁護人として、戦術の再起戦人を含む11名の弁護士のほか、田畑茂次郎ら3名の法学部教官が特別弁護人として参加した。川は、 この三教官に対し罷免を示唆しつつ、公の場で繰り返し非難を行い、結局のところ三人全員が特別弁護人を辞退した。このことは、立川総長自らが、かつての主張を覆し教授会の人事権を否定したものとされ、戦後の立川に反動的な人物とのイメージを付け加えることになったというものもいる。 後半自体は、立川自身の監禁に対する証言の曖昧さもあって1959年、大阪高裁での控訴審判決で、被告人2名のうち1名の暴行罪のみが認定されて確定した。この事件とゾルゲ事件をモデルとした映画が、黒沢明監督の戦後第一作、我が青春憎いなしである。 達川をモデルとしたとおぼしき八木原教授を大河内伝次郎が、その娘、幸恵を原節子が演じている。大河内の教え子で後に幸恵と結婚する人物として尾崎秀美をモデルにした藤田進の演じる野毛隆吉が登場するが、もちろん実在の尾崎はこの事件とは無関係である。さらに学生によるデモ行進のシーンもあるが、実際には、 戦前のこの時期に学生デモが認められることはなかった。近年では、川口海事の漫画作品、ジパングに、滝川事件に連座して、兄弟理学部を免職になり、日本軍の原爆計画に関与する科学者という、設定の倉田万作が登場する。滝川事件は、法学部のみの処分で決着し、理学部とはほとんど関係のない事件であるので、 この人物設定は歴史的な意味では正確さを欠くものとも言えるが思想心情を理由に大学教員が弾圧された戦前の事件としては象徴的な意味を今なお持っていることを示している。ありがとうございます。